社が水分補給しないデメリット57選。こんにちは、ケアマネのヨッシーです。認知症や介護に役立つ情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、今回は水分補給をしないことによるデメリットと、水分補給をしないことによって認知症の症状がね、悪化している可能性があるっていうことがあるので、そちらについてと、どうやったら水分じゃ上手に高齢者の方に飲んでいただけるのかっていうのをお伝えさせていただければというふうに思います。で、早速なんですけれども、水分補給をしないデメリットが、これね、とても分かりやすいものがまとまっていたのでご紹介させていただきたいと思います。こちらなんですけれども、体の中の水分がどれだけ減ったらこういう症状が出ますよっていうですね、表になってます。順番にね、お伝えさせていただくと、まあ、1% 減ると大量の汗をかいたり喉の渇きを覚えます。で、 2% 減ると、ちょっとね、抜粋していきますけども、めまいであったり吐き気、ぼんやりする、食欲が減るとか、 4% 全体のね、水分が減ってしまうと、全身が脱力感であったり、動きが鈍くなったり、あとイライラするとか、疲労および失眠とかですね、まあ、失眠ってこう眠った状態であんまり反応しなくなるってことなんですけれども、まあ、あと感情の不安定とか、精神不安定とか、無関心とかですね。 6% 減ってしまうと、手足が震えてしまったり、熱性の抑うつ症であったり、頭痛、体温上昇、高齢者の方ね、筋肉量が少ないんで、高齢者じゃない方と比べると体温ってどちらかというと低めになる傾向があるんですが、筋肉がね、減ってしまうので。でも高齢者の方、よくね、介護されている方なんかは、微熱37度ぐらいあるなーなんていうことがよくあると思うんですけれども、体調不良でウイルスがとか入って熱が生じている可能性もあるんですが、デイサービスとかいろんな介護のね、経験をやらせてもらってるんですけれども、そういったところで言うと、脱水によって熱が上がっているってことがとても多いです。なので、水分をね、少し補給していただけると熱が下がったりってことがよくあります。で、続けますね。 8% 減ると幻覚とか呼吸困難、めまい、チアノーゼ、言語不明瞭とか、まあ、精神錯乱とかですね、こういった症状が出てきてしまったり、あと 10% から 12% 減るとこういうものが出たりとか、15から 17% だとこういうものとか、 18% あと 20% 減ってしまうと命の危機で亡くなりになっちゃうこともあります。これ全部数えると57個あったんで、今回のデメリットということでご紹介させていただきました。じゃあ、これ何パーセントどうやって計算するんだっていう話なんですけども、これ似たような話を私もね、過去させていただいていて、こちらのね、過去使ったスライドを持ってこさせてもらったんですけれども、例えばですね、ここに体重50キロの方がいるとします。まあ、計算上しやすくですね、させてもらったんですが、高齢者の体内の水分量っておおよそ 50% って言われてます。成人だと 60% っていうふうに言われてるんですが、高齢になるとですね、これが減ってしまうんです。なんでかっていうと、筋肉量が減るんで、体内に保っておける水分も減ってしまうっていうことなんですが、筋肉にね、水分って貯められてるっていうふうに言われてるので、筋肉量が減ってしまう高齢者は 50% になっちゃいますよっていうね、この大前提があるんですけれども、50% が水分です。だから半分なので、25キロが水分になります。25キロが水分ってよくわかんないですよね。なので、これリットルに直すと1キロイコール1リットルなので、高齢者の方の体内の水分量、この50キロの方だったら25リットルが水分ですっていう状態になってます。その中で 1% 減るとどうなるのかっていうのが、先ほどね、見ていただいた57個のデメリットのまとめのものになるんですけれども、要するにここで 1% っていうと、25リットルの 1% は 0.25 リットル、ね、リットルだとよくわかんないと思うんで、これミリリットル直すと250ミリリットル、500ミリリットルのペットボトル半分の量で、こういった症状が 1% とか 2% だと、要するにペットボトル500ミリリの1本分で、たったね、それだけの水分が失われてしまうだけで、こういうような症状が出てくる
ということになります。ちょっとですね、このスライドだと、この運動機能の低下とか、幻覚の出るところとか、まあ、お亡くなりになっちゃうところがね、20% じゃなくて 10% で書いてあったりするんですけれども、そういった意識を失うってことで書かさせていただいてて、まあそういう風に出てるんですけれども、ちょっとね、微妙な違いはあるんですが、要するに水分減ると危険ですよってことが言いたかったんですね。ここで認知症と繋がってくるポイントで言うと、例えば 2% 減ってた時のめまいとかですね、ぼんやりする、要はうとうとするとか、ぼーっとしているっていう状態っていうのは、よくね、認知症の方とか高齢者によくあると思うんですよね。これ実は水分が足りてないってこと、十分考えられます。認知症だからぼーっとしてるんじゃなくて、水分が足らないからぼーっとしてるとかですね。あとは 4% になってくると、イライラする。とか感情の不安定っていうのが出てくるんですよね。これって認知症の方にも当てはまりませんか？認知症が原因によってイライラしているんではなくって、実は水分補給しないからイライラしているとか、精神的に感情が不安定になっているっていうことが十分考えられます。 6% でふらついたりとか、あと 8% で幻覚とかね出てきたりとか、言語不明瞭って出てくるので、まあ、こういったことが認知症によってね引き起こされてるんじゃなくって、水分不足によって引き起こされてる可能性があります。だからそういった認知症の BPSD っていう行動心理症状って言われたりするんですけども、こういったことは実は水分を飲むと症状がなくなってくるってことが、私もこの YouTube でずっと言ってることなんですけれども、だから水分飲みましょうねって話をさせていただいてます。水分不足だから起こる危険性の話と、それに伴って認知症の BPSD 行動心理症状にもつながってきて症状が現れている、治す方法としては治らないんじゃなくって、水分を飲んでどうしてもダメだったらちょっと別の方法を考えてみるとか、そういったことが大切になってくるよっていうのをここでもお伝えしたかったっていう形になります。これね、厚労省もね言ってるんですよね。これ厚労省の水分を補給しましょうねっていう、こう啓蒙のねポスターなんですけれども、これで言うと 2.5 リットル体から出ちゃいますよ、なので 2.5 リットル体に補給しないと脱水になっちゃいますよってことが言いたいんですね。でこの図だとですね、左の方にですね、 1.2 リットル水分飲み物で補給しましょうねっていうふうに書いてあります。最低、私もね、過去動画見ていただいている方だと、1200飲みましょうねとか1500飲みましょうねっていうのも、この話と繋がってきますし、過去動画で説明をさせていただいた時も、2500出ていくなら、普通に考えたら2500取らなきゃいけないんじゃないのかっていうところもあるんですが、食べ物から1000取れてますよとか、詳しい話もここで解説させていただいているので、こちらの動画見ていただければというふうに思っています。言いたいことで言うと、厚労省も水分不足ってとっても危険なんですよってことが言いたいっていうことです。いや、そうは分かってるけども、水分飲んでくれないんですよとかね、いろんなお声があると思います。初めてこういうのを知りましたって方ももちろんいるでしょうし、いや、知ってるんだけど飲めないんですよと、もうトイレに近くなるから飲みたくないって言ったりとか、いろんなね、こう、ありとあらゆることがあって、水分飲んでいただけないんですっていう場合もあると思うので、私ね、これもね、過去に動画たくさん作ってまして、そういったことを解消できるようにさせてもらってます。で、まず一つ目の動画で言うと、こちらの動画でですね、高齢者の方に水分補給を上手にしてもらう方法っていうのをお伝えさせていただいたり、あともう二つ目、こちらの動画だと、水分を上手にね、飲んでいただく方法として7つですね、ご紹介させていただいているので、このね、7つの方法を実践していただいて、水分飲んでいただいたりっていうのを、何度かね、広めたいなというふうに思ってやらせていただいてます。この介護 YouTube 大学運営している一期一在宅ケアグループのデイサービスと介護はじめ、この水分とか運動っていうのはとても力を入れてやってることで、で、もともとで言うとこちらの本ですね。家族で治す認知症っていう竹内隆明と先生のですね、内容を勉強させていただいて取り入れてます。こちらの本の家族で治す認知症の解説も過去させていただいてますので、認知症で悩まれてる方にぜひですね、読んでいただきたいですし、内容も見ていただきたいというふうに思います。この家族で治す認知症で言うと、少しね、古い本になります。2008年に発行された本なので、まあ、最新版、竹内隆人先生のですね、最新版の本も、これ今私も読んでるところなんですけれども、出てます。薬に頼らず認知症を治す方法という本もね、最新刊として出まして、今私も読んでるところで、こちらについてもね、解説の動画を作っていきたいなというふうに思っております。何にも案件でも全然ないので、こういう本の内容に基づいてやってますよっていうね、ご紹介でもありました。
というところで本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。もしですね、認知症の方のケアとか介護について悩まれていたり、こんなことをしたらうちのおじいちゃんとかおばあちゃんは症状が良くなりましたよ、利用者さんは良くなりましたよ、入居者さんは良くなりましたよ、またこんな感じで悩んでるんですとかですね、お気軽にコメント欄いただいて、まあ、できるねアドバイスっていうんですかね、こうコメントなんか返すことができたらなというふうに思っております。ということで、もし動画が良かったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。本日も本当にありがとうございました。